いつも ADMJTV をご覧いただきましてありがとうございます。お供をしております稲垣です。よろしくお願いいたします。さて、並んでおります。これ正直言っていいですか？はい。実は、ここ数回、私抜きで収録してたじゃないですか。で、あなたのスケジュールが。いや、違う。遅いね。それで、その時に出てきてたじゃないですか。はい。このシリーズ。はい。で、私ね、正直言うと、自分で YouTube を家で見ていて、はい、見て、なんかね、ぼわーっとした色だなと思って、ぼわーって、なんとなくぼわーってずっと思ったんですけど、肉眼で見てめちゃくちゃいい。これ絶対物を本当に見ていただきたい。はい。やっぱりある程度、すごく頑張ってくれてるスタッフのみんなも、はい、で、綺麗に物が映るように、もう私たちはボケボケの映像でもいいから、もう中心でここのセッティングってしてるんですよ。いじめじゃなくて。ね、でも本当に商品主役の ADMJTV なんですけれども、はい、ただね、やっぱりすごくいつも綺麗に映ってると思ってたけど、いや、こればっかりは、このリアルな色をお客様に実物でやっぱり手にしていただけたらなと思いました。すっごく素敵です。一色一色。この片押しの立体感もね、はい、うん、実物で見ると圧倒的な差が生まれてると思います。なんか本当に、このまま生きてて動くんじゃないのっていうぐらいの、リアルなすっごい立体感、はい、でも片押しなんだよね。そうなんですよ。これね。はい。いやもう本当リアルな黒子かと思われるような、でまた細かいんだ芸が、芸人じゃないよ。だけど、もっと芸人さんは素晴らしいですけども、すごいなと思うのは、サイズがこれ違うんですけども、はい、サイズによって符の大きさが違うという、はい、そこまでこだわってます。では、ちょっとサイズだけ私の方からお伝えいたしますね。まず大きな方がどっちだ？上、下、下の方でした。ごめんなさい。こちらが 21AW010125 です。サイズは、ここ28センチのボストン。はい、28センチボストンとよく言い方をしています。28の高さが 18.5 センチ、マチが10センチ、ハンドル 18.5 センチ。これね、はい、私もこの28センチボストンは持っているんですけど、ハンドルが長く見えるのは気のせいなの？ハンドルが細くなりました。ここの持ち手の太さか。はい、そうなんですよ。はは。それでなんか長く見えるだけ？もともとに、ここ18.5は一緒なんだ。そこは一緒ですね。おー。ハンドルの細さって、はい。なんかそのバッグのエレガンスを私表現できてると思うんですよ。ああ、わかる。そうですよね。うんうん。で、この28センチボストンも ADMJ ではザ・ベーシックって言って長く作り続けてるんですけれども、はい、少しずつそうやってハンドルが細くなったり、うん、後ろ側にポケットがいつしかできるようになったり。私持ってないもん、ないもん。はい、そうですか、はい。失礼しました、はい。少しずつやっぱりディテールを進化させて、うん、ADMJ ベーシックが出来上がって、そして内側。そうなんですよ。このシリーズ、そうなんです、はい、オリジナルのバインダーテープを巻いて、はい、こう、ひとまとめにして、はい、全部縫ってるので、本当に職人さん苦労をおかけしております。はい。いや、これちょっと、後でゆっくり全部の色もご覧いただきましょうね。ごめんなさい。置きますね。こちらが、21AW010125 のシリーズです。それから、色はこの後、小林さんにお話しいただきます、はい。ごめんなさい。あ、ちょっと、じゃこのまま、前、これ持っていい？はい。あ、ボリアっていう。っていうのか。ねえ、はい。すごいね。またヒマラヤとは違う。そうですね。このまた、このクリーム色の色合いがいいんですが。はい、ちょっとなんかチュラッとだけ。ねえ、これね。かわいいですね。はい、アボリオも人気出るのもわかるっていうぐらい。はい、うん。あ、もうやっぱりすごい。そうですね。アボリオはとにかく、もう、寝てる間に売れてしまわないか心配です。わかりました。23センチのボストンです。横が23センチ、高さが15センチ、そして、マチが7センチ、ハンドルは、12センチになります。重さがこちらで、360グラム、21AW010124 です。で、ストラップがこの23センチにはついていて、はい、長さが、これが、ストラップの長さが、何センチだったっけ？ちょっと待ってくださいね。120から120、ごめん、嘘でした。130か。
120から130へと長さを調節することができまーす。さあ、あ、かわいい。こちらはピンクでした。ね、ということで、ちょっと中の色も含め、色の紹介を小林さんにお願いしたいと思います。ちょっと丸めて渡します。では、お願いします。はい。はい、ADMJTV 小林です。いつも ADMJ をご愛用いただきありがとうございます。それでは私から、この28センチのボストンっていうのは、ザ・ ADMJ ベーシックの中ではとても人気なんですけど、私このボストンを初めて実は使った時に、うん、あ、バッグの中身ってこんなに綺麗に入るんだって実感したバッグなんですよ、実は。はい、この私がどん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 入れてってもきちんと収まる、この何でしょうね、大リーグ養成ギブス的に中に綺麗に収まるっていう、本当目から鱗のボストンバッグでした。あ、いや、普段ね、小林さんすごい素敵なので、はい、そんななんかボンボン入れるタイプじゃないと思われてる方もいらっしゃるかもしれませんが、あれ、私はちょこっとしてます。はい。結構ボンボン入れます、この方。はい、この私で美しく入れられる。はい、そしてうちが彼らのノースブルーとイエロー系の裏地。そしてこのパイピング部分は、パープル系の、パープルピンク系のバインダーテープを使わせていただいています。ちっちゃい方も同じ配色でございます。はい、いや、これまたちょっとなんかいいね。そうですね。この、やっぱりグリッチを、この4色の中では、なんか高級感があると言ってもいいお色なので、うんうん、ちょっとこう重みのある、ね、渋めの色合いですね。はい。はい、そして、こちらのアボリオ。私が心配なのは寝てる間になくなってしまうんじゃないかと、ね。なんかわかる。はい。はい、そして、こちらが、桜と、ブルー系の裏地に、バインダーテープは、ピンクとオレンジ系のバインダーテープを使わせていただいています。やっぱり上質なレザーで作られたバッグ、そしてクロコダイル片押しが、グローバルスタンダー的に、スタンダード的に、いいものがね、少なくなってきてるっていうのが、私の、勝手な小林久美子マーケティングでは、はい、この片押し、このブランドで使っちゃうんだっていう、もう率直な感想です。なので、いいクロコダイルの片押しをぜひぜひ皆様にお届けしたくて、こちらを ADMJ でご用意させていただいています。なんかベビーアズーロに、サレラ、トープ、そして裏地がライラック、そしてこのバインダーテープは、ちょっとこう、マルチ系な、ベージュ、パープル、いろいろなお色が入った、ちょっとシックなバインダーテープを使わせていただいています。色の組み合わせのセンス。はい。これはちょっと通好みですね。そうですね。特にベビーアズーロは、ちょっとベビーアズーロに、ベージュ系のグラデーションが入っておりますので、はい、さらに手が込んでおります。そして、もうね、クロコ片押しで、このアルジェントっていうシルバー、うん、こんなにおしゃれなバッグを持てるのであれば、女であってよかったなって、内側見ても思いませんか、稲垣さん。またまあ、はい、これなんかもう、彼らのシルバーと中のこの色の組み合わせ、はい、彼らが、ホワイト、そしてネイビーの裏地にブルー系のパイピングを使っていますが、これね、本当に美しいクロコダイル型です。やった、ちょっとこれ。おしゃれ。うん。私、個人的ですよ。個人的なんですけど、はい、このシリーズ、今回の、で、いろんな形に出てご紹介もされてましたけど、はい、私、このボストンのシリーズが一番ちょっといいなって、なんか、良さがより一層わかる気がします。長木さん、この23センチも28センチも、実は素材違いでお使いいただいてますけども。はい、使うようになりました。でも今も正直23センチの虜です、はい、今。虜、はい。そうなんですよ。実はこのサイズ感がすごく人気で、このクロコ片押しがちょうどアボリオでわかりやすいと思う。こちらがキューババレー。はい。そしてこちらがカーリバレー。大きさ全然違うね。そうなんですよ。結構こう、パワー、ありますよね、うん。このキューババレー。そして、カーリバレーだと、ちょっとスモールクロコのような、片押しで、うん、美しく。うん、これね、はい、今、自分は23センチのサイズ、はい、結構、こう、小脇に抱えじゃないか。はい、斜め掛けして、はい、そう、登場していただきました。リコメンドさせてもらったので、はい、で、ちょっと大きなバッグ持つんですけど、私、この普段模様だったら、はい、28センチのこれがかっこいい。ね、ちょっとかっこいいですよね。うん。そして、はい、あ、
平野くんが、ごめんなさい。ご用意しているんですけど、はい、ADMJ では、カタログを、シーズンカタログをお作りしています。まあ、定番ベーシックも載っているんですが、こちらのカタログの、何ページかっていうと、22かな、はい、おそらく22です。ちょっとスタジオ来ないんですけど、はい、22の、この、はい、左下のページにこちら載ってますので、はい、QR コードで、見ていただく。逆に23ページの左下の商品って、もしご愛用の、お店があれば、銀座松屋、大阪高島屋、日本橋高島屋、全部言わないと後で怒られそうなので全部言ってもいいですか？福岡三越、あと横浜高島屋、玉川高島屋にお電話いただけると、うちのスタッフが、はい、大丈夫ですよね。はい、今全部言いましたね、私、はい。対応させていただきますので、ぜひぜひ、私たちのお取引先で、例えば、よく、この ADMJ TV でもご紹介している、姫路のジョリサックさんですとか、はい、あそこは、尾道ですね。尾道の壇上さん。はい、壇上さん。はい。はい、壇上さんは福山の百貨店ですよね。天満屋さんの中にも入ってるんですけれども。はい。そういうところだったり、あとは最近青山の、青山じゃない、ごめんなさい、青森です。青森の、はい、はい、青森の、はい、シェントさんって、フリンジ F っていうお店とシェント F っていうお店で、私尊敬している節子さんっていう奥様がいらっしゃるんですけれども、そちらでも扱っていただいているので、もし店頭になければ、お問い合わせいただいたりして、ADMJ の方にもしご用意があれば、お取り寄せも可能ですので、いろんなところで ADMJ、ご覧いただけると思いますので、カタログ気になる商品ございましたら、お問い合わせいただけたらな、と思っております。はい、いや、素敵です。それでは。本当に素敵な色たちです。はい。はい。このね、クロコダイル片押しの良さを分かっていただける、うん、逆だ。はい。一品だと思います。はい。そして、ADMJ TV チャンネル登録をもうちょっとで、ひょっとして1000、いや、もう、まだ、いけますか？いけませんか？はい。いろんなデバイスでチャンネル登録していただけると、一人の方、いくつでも、それ裏技です。すいません。あと、ご家族、親戚、ご近所の方にもお勧めしてください。そして、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それでは、今日もご視聴ありがとうございました。